僕の脳内ラジオ。はい、ということで、今週もラジオやっていきたいと思います。あのー、まあもう早速トークテーマいきますわ。本日のトークテーマは、就活生必見、就活必勝法教えまーす。ということで、あの僕は今大学4年生でね、就活も終わったんで、 まあ、就活を通して、いろいろ皆さんにアドバイスだったりできるんで、そういうのをしてね、あの、就活の必勝法を伝授したいと思いますが、あの、早速ね、これ結論言っちゃいますわ。え、就活に必勝法はありませんということです。あの、だからね、これを見て、就活の必勝法を知りたいとか思った人はね、すぐにこのラジオを閉じてね、あの、Twitter とかで、 おもんない就活系アカウントの人らが言ってることを鵜呑みにして頑張ってください。あのね、就活に必勝法なんかない理由が一つあってね、まあ大げさーなこと言いますけど、今からあの、大谷翔平がね、あの、サッカー選手になれますかっていう話で、井上尚弥が NASA に泣いてもらえますかっていう話なんですよ。もうね、大谷翔平さんも井上尚弥さんもすごい人ですけど、まああの人らその分野に特化してる人らなんで、 まあそれがね別の分野に行ったら通用しないわけですよあのまあサッカーちっちゃい頃がやってるれたらいけるわとか言うしょうもない反論はねなしにしてあのだからね今の時代ね何かに特化した人がねどんどんすごい成長していくというか脚光を浴びていく世の中やと思うんですよね苦手なことを伸ばすというよりねあの得意なことをどんどん伸ばした方がいいと思うんですよねで就活もまさにそうでなんか自分に得意なことって 向いてることって絶対あると思うんで、それを探して、うん、それに向かって頑張ってください。まあやりたいことがあって、それを絶対やりたいとか言ったらね、それを、に進むのが絶対いいと思いますけど。うん、だからね、就活に必勝法なんかないんですけど、 まあね、アドバイスは、ね、いくらかできるんで、そのアドバイスをしていきたいと思います。はい。ということでね、まず1つ目のアドバイスは、えー、メンタルを保つ。はい。もうこれがね、就活やってて一番思った、一番大事なことですね。あのー、僕はね、エントリーシート書くのも楽しければ、えー、面接するのも楽しかったんで、メンタルずっと保ててて、就活ずっと楽しくて、やむ瞬間一回もなかったんですよね。で、それが多分、 強かかったと言いますかね自分で言うのもなんですけどまあ面接ほぼ落ちたことないんでまあそういうのが見てる人に伝わったんかなと思いますけどあのねメンタル崩れる人いるんですけどメンタル崩れたらその時点でちょっとしんどいかなっていう、うん、やっぱりねメンタル崩れてる人はねそんな百戦錬磨の就活をやってきた面接官の方々はね見たら分かりますから僕ぐらいのレベルでもあこの人メンタル落ち込んでんなっていうの わわかかるるんんんででねあののの百戦錬磨の面接官の方ななすすぐそんな見抜けるわけですよだからメンタルをできるだけ保ってほしいんですけどいやーけど落ちまくったらそんなメンタル保てないじゃないですかって言うじゃないですかそういう人ってけどこれはちょっと心の持ちようでいけると思っててあのー 泣いてもらえないのは縁がなかっただけって思ってください。さっきの大谷翔平さんとかの話でもそうですけど、まあ、たまたま自分に向いてない職業の会、会自分に向いてない会社やったって捉えて、縁がなかったって捉えてメンタルを保ってください。もうね、うん、あなたが会う会社はどっかにあるんで、たまたま受けた企業があなたに会わなかっただけでね、あのー、 もうじゃあ次行こうっていうのはどんどん次行ったらいいんですよ。そんなんでいちいちやんでたらね、もうね、うん。もうメンタルやむのだけやめて、ほんまに。なんか、うん、メンタルだけ保って、ほんまに。それが一番大事ですから。うん、やっぱりね、マジで縁やと思いますね、就活なんか。どんだけ優秀な人でも、今この会社にはその人いらんなっていうこと絶対ありますから。 うん、まあ、パン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 通るの珍しいんですよ。だからね、メンタルは溜まってください。で、二つ目のアドバイスね。二つ目のアドバイスは、就活系アカウントを鵜呑みにするな。はい。あのー、まあ、よく、X とかね、インスタグラムとかで、おもんない就活系アカウントいっぱいいると思うんですよ。あの、内定獲得の必勝法みたいなのとか、なんか、自己 PR はこうしろみたいな、をね、あの、言ってるやついるでしょで。あれを鵜呑みに、するなと。 でなんでそれを鵜呑みにしてはいけないかっていうのはあれ見えてんのお前だけじゃないぞっていうあれはねもうね全就活生が見てて面接官も見てるわけですよだからねそっからうん鵜呑みにした小先のテクニック小手先のテクニックとかねあこいつあんな見て頑張ってんのやなってわかりますからその時点でねあのー、あなたのアイデンティティはどこ行ったんっていう話なんですよ AI ロボットみみたいにねみんなが同じ回答すするわけですよそれを誰がいいと思うんですかっていう話でもうね AI になりたいんですかあなたはっていうねまあ確かに AI のねあの技術とか発展していって確か AI というかを作る側はねこれからどんどん張っていくしていくかもしれないですけど AI になるっていうのはあんまりまだ発展しないんじゃないかなと思うんで AI になるのはやめてくださいそのうん。 AI になられへんから、人間。AI がどんどん増えていくからこそ、自分の良さとか、人間らしさを出して頑張ろうよっていうのを僕は思ってますから、みんながみんなね、同じような回答をするの何か面白いの。で、面接官の人も飽きてますから、そんなみんなが同じような、あこいつ就活系アカウントとか鵜呑みにしてやってんねやろなって面接官すぐわかりますから、それもやめてください。で、けどね、就活系アカウントの活用法で一個だけ僕が、 やっていいというか、や、むしろやった方がいいと思う使い方がありまして、それはね、まあ、あの人ら変に親切なんで、まあ、そのね、あの、勝手に人にアドバイスとかしてる時点でね、親切心の現れじゃないですか。で、あの人ら結構ね、スケジュールとかも載せてくれたりするんですよね。例えばこの会社のエントリーシートの締め切りはいついつとか、そういうの載せてくれたりするんですけど、それは、 見た、見た方がいいって活用してください、どんどん。やっぱりね、全会社のスケジュールとかね、自分でなかなか調べたりするのめんどくさかったり、漏れたりすると思うんですけど、そういうのを見たらね、あ、この何月何日にここ締め切りなんやって一目で分かって、それメモとか自分でしといたらね、あの、締め切りとか忘れずに管理できるんで、それだけ、 活用してもいいかなって感じです。それ以外はね、全部、あの、しょうもないことばっかり言ってるんで、あのー、あこいつらアホやなと思って、むしろ、あこういう回答にならんようにしようっていう感じで動いてください。はい。まあ、この二つですね、主にアドバイスはで、まあ、最後にね、僕が就活してきた中で一番キモかったね、就活生のの話でもしますか。あのー、これはね、僕が、ええー、まあ、グループディスカッションかな。 に行った時の話なんですけど、まあ、テレビ関係の会社ででなんか8人いたんですけど学生が3人2人2人にグループ分けされて僕のグループは2人でで3人のとこと2人のとこあってで今から、えー、お互い好きな番組10個出してでその中1個決めてその番組の好きなところを 面接官にプレゼンしてくださいみたいなやつで、で、僕らはお互い出し合った中で、月曜から夜更かしが被ってたんで、じゃあ月曜から夜更かしのいいとこをお互いにあげて、で、それでプレゼンしようってなってプレゼンしたんですよ。 で、じゃあね、その面接官の人にも、なんでその回、あの、その番組にしたんですかって聞かれたんで、あの、二人で一緒やった番組がこれだけやったんで、それにしました、みたいな言ってね。で、次ね、その三人グループの発表やったんですけど、その三人グループが、世界の果てまで行って9を上げたんですよ。で、まあね、真ん中の、ね、出しゃばってるやつがよう喋ってたんですけど、そいつがもう行って9はこういう、こういう番組で、みたいな、言っててね、あー、と思いながら聞いてね。で、 じゃあその番組どうやって決めたんですかって言われた時に、まあ基本このデシャバリはずっと喋ってるんですけど、あの、僕の、僕以外の二人は同じ意見で同じ番組を上げたんですけど、僕は、 1ってを上げさせてもらって、その理由は、あの、いっては、まあ、他の番組と同様、面白いプラス、社会にプラスの影響を与えてまして、みたいなプレゼンをします、しだしてね。うわ、おもんないし、こいつ、まずな、いって Q がなんで社会にプラスの影響を与えてね、あんなやらせ番組って思ったんですけど、まあ、それはちょっと僕黙っててね。いや、けど、こいつに巻き込まれた反応こらは嫌やろうなと思いながらね。 あの、見てたんですよ。で、そのプレゼンが終わって、うわ、あいつグループの輪めっちゃ見出しとったなーっと思って、僕帰ったんですよ。で、次の日ね、全然違う企業のオンラインの説明会みたいなのがあって、で、パって画面見たらね、そいつがいたんですよ。そのグループの輪を見出しまくってたやつがね。で、うわ、こいつおるやんと思って。じゃあ、まあそこのテレビ関係の企業やったんですけど、 あの、この仕事をしていく上で、大事なことは、一番大事なことは何だと思いますかっていう質問が、あの、あっちの会社の人から来て、で、みんなで答えていくみたいなのがあったんですけど、そいつがパッて手上げて、うわ、こいつ何言うんかなって思ったらね、そいつが、 チームワークですって言ったんですよ。お前、昨日チームワーク乱しまくっとったかなって思ってね。あの、キモかったですね、非常に。だからね、そういう就活生にはならないでください。あの、非常に自己分析が、それは足りてないと思いましたね。いや、あんた昨日ね、チームワーク乱しまくっとって、うん、まあ違う会社やからバレへんけど、同じ会社でそれやったら、お前、胃の一番に落とされてるでっていう。 だから皆さんもね、自分の発言には矛盾がないかっていうのはね、常日頃から意識して、就活頑張ってもらえたらいいなと思います。まあね、意味わからん偉そうな話なんですけど、まあ就活なんかね、あのメンタル保って普通に明るくしときゃなんとかなりますから、皆さんぜひ就活頑張ってください。あのー、まあ、週生の人が聞いてくれるかどうかわからんけど、まあ就活生の人聞いてくれたら、 嬉しいでーす。ということでした。あの、まあ、ここまで聞いてくれた人の中でね、チャンネル登録しない人はま、いないと思うんですけど、チャンネル登録、高評価ね、してくれたら泣きますんで、ぜひお願いいたします。ということでね、今回これぐらいで終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。バイチャーチャンネル登録、チ登録、登録、チャンネル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 登録、